ダグラス DC-7。ス DC は、アメリカ合衆国のダグラスエアクラフト社が開発した、大型レシプロ旅客機。1953年運用開始。ダグラス発の4発大型旅客機である DC-4 の余圧型として、先行して市場に投入され成功していた DC-6 をベースに、強力系エンジンを搭載した、性能強化型といえる機体である。 世界の主要航空会社に導入され、主要航空路に投入されたが、出力向上策が極限域に達した大型レシプロエンジンは、騒音、振動による居住性悪化と信頼性の両面で問題を抱え、同時期の欧米におけるジェット旅客機開発進行とも、並んでレシプロエンジン旅客機の技術的限界を示す結果となった。このため、先行した。 DC-6 ほどの商業的成功は収められず、1950年代末期に出現した、ボーイング707やダグラス自社の DC-8 などの第一世代ジェット旅客機に短期間に駆使力の座を譲った。ダグラスが最後に開発したレシプロ旅客機であり、またダグラス製量産型旅客機では、珍しい政府や軍用機としての受注がなく、 民生用のみに生産されたモデルになった。当時 DC-6B を運航していたアメリカン航空がライバルのトランスワールド航空が運航するロッキード L-1049G スーパーコンステレーション機に対抗してアメリカ大陸の無着陸横断飛行が可能な新型機開発をダグラス社に依頼開発が開始された。すでに余圧構造設計を導入していた DC-6 をもとに、スーパーコンステレーションと同じ強力な、ターボコンパウンド付けエンジンのライト R-3350 に換装した点が主な変更点で、DC-6 型と外観の相違としては、プロペラブレードが3羽から4羽に変更、エンジンカウル全体が大型化して排気口が4箇所に増え、高温度排気ガスからの保護補強策に、エンジンナセルの一部を、 下合金で強化している。エンジン重量と出力強化に伴い、DC-6A、B 型胴体の後部を1.02メートル延長化、主脚は高下時エアブレーキへ併用できるものとした。1953年8月、北米国内線でアメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空の3社各路線に就航したが、 ターボコンパウンド付けエンジンに起因する客室へ及ぼす振動と騒音は納期までに克服できなった。DC-7B 型はフラップ面積拡張、燃料タンクの翼内やエンジンラせる工法への追加増設などが実施され、長距離便用とされたが、北、大西洋航路では燃料消費で不利な採用便や悪天候時に途中のクニカルランディングが必要であった。 それでも北米大陸横断の急行便用には、過不足なく、事業拡大から早い納入による、臓器を図っていたイースタン航空などから追って、発注された。DC-7 型機体の基本構造設計は、夜扱い以前の DC-4 型機が、レースで既でに旧式化は否めず、DC-6 シリーズ以来の次当ての補強を、重ねた機体全体と、 最新高出力のターボコンパウンド付けエンジンとのみ、合わせは著しく不均衡な状態で、エンジン振動とその騒音から、客室居住環境は DC-6B 型より劣等だった。すでに実績があり、無理の少ない在来型の DC-6 シリーズを選ぶ航空会社も多く、DC-7 生産中も並行生産が続いた。カスタマーたる。 航空会社からの、さらなる性能を向上要求は、DC-7 に、後発設計のボーイング377も、搭載した新型エンジン、P&WR-4360、搭載を促した。しかし R-4360 も、また騒音、振動の問題が大きいエンジンであり、本来、機体構造の新規設計が必要だった。だが、 開発次元からダグラス社は抜本的新設計に踏み切れず大幅なリニューアルで大西洋無着陸横断路専用 DC-7C 型相称セブンシーズセブンシースを開発した改良が図られた DC-7B 型を導入中のパンアメリカン航空は未納発注分振り替えでまた DC-7B 型の購入を見送った 長距離路線オペレーターの日本航空、スカンジナビア航空やスイス航空などが相次いで DC-7C 型を発注。7C は1956年のパンナムのニューヨーク、ロンドン間大西洋無着陸横断路線を皮切りに大手航空会社の主要長距離路線に就航した。これに先立ち、1952年に世界初の定期便用。 ジェット旅客機デハビランド DH-106 コメットが就航、世界各国の主要航空会社からの注目が集まっており、追随してのジェット旅客機開発に欧米の航空機メーカー複数が着手していた。パンアメリカン航空や日本航空、スカンジナビア航空もジェット機を発注しており、列速のレシプロ機である DC-7 型シリーズは注文頭打ちが予想され、 ダグラスもジェット4発旅客機 DC-8 型の急速な開発製造を進めたが、レシプロ旅客機分野でコンステレーションシリーズをするロッキードとのダンピング競争では、ダグラスの財力悪化に追い打ちをかけ、マクドネルエアクラフトによる救済合併の原因となった。DC-7C とそのライバルであるロッキード、スーパーコンステレーションやスターライナーは、 すでに1950年代中期時点で大型ジェット旅客機導入までのつなぎとして生産される過渡的期待になっていたが、結果的にレシプロエンジン旅客機の大型高出力化や速度向上の限界を商業運行される実機として如実に示す羽めにもなり、感染航空輸送の役割を名実ともにジェット旅客機に早期に譲るに至った。 感染航空路への Z 機就航で DC-7、B 型は夜行便やローカル路線へ配置えされたが、その居住性の悪さによる不評は深刻で、ローンチカスタマーのアメリカン航空では DC-7、DC-7A 型を年約5年程度で次々スクラップ処分。DC-7A、B 型他も徐々に売却処分か転用を進め、1962年に 旅客便から引退後、貨物型に改装支持者の貨物定期便へ転用、または売却し、他社へリースした機体を除き1965年頃、運用を終えた。他社でも、DC-8 やボーイング707、コンベア880などの導入が進んだ影響を受け、1963年頃には、定期旅客便から外れ、チャーター旅客便か貨物機に転用されて、 1967年頃には転売されている。こうして、早々と1960年代前期の中古旅客機市場に放出された DC-7 型であったが、複雑すぎるターボコンパウンドエンジンに代表される整備面での運行コスト負担が大きいことから、中古機を購入する航空会社等からは嫌われ、DC-6 型機より低価格で取引される状態であった。 同時期に、経年10年以上の中古 DC-6 型機が、中小航空会社のローカル定期、旅客便路線運航で徴用され、市場での多数が不足していた状況とは対照的だった。現在も数機がアメリカや中南米で使用されているが、その多くは貨物機や消防機に回収され、旅客便やチャーターからは早期に退役している。 北米大陸無着陸横断用原型の DC-7 型と、その改善型 DC-7A 型、発展型として、北、大西洋横断向けに、航続距離を伸ばした DC-7B 型が、開発された。外観上この3タイプに、大きな差はない。DC-7B 型は、両大陸連絡便の北、大西洋航路では、航続距離不足が指摘され、 またエンジンの振動と騒音は改善されていなかったため基本構造を流用しながらも大幅な解説系を導入した DC-7C 型セブンシーズンが開発された1950年代前期航空会社にとってジェット機の将来性は未知な点が多くやや先行し開発されたロッキード L-188 やブリーストルブリタニアなど レシプロ機よりは高速で、騒音、振動が少なく燃費の良いターボプロップエンジン機に注目し、大手は主に中距離路専用に採用した。この流れから DC-7 型シリーズの試案では、ターボプロップエンジンへ改装した DC-7、D も打ちされたが実現しなかった。航空会社の使用により多少の違いがある。日本では、 当時唯一国際線の運航が認められていた日本航空が DC-6B 型の後継機として正式発注していたジェット機 DC-8 型機導入までの長距離国際線の主力機として1956年4月12日に導入を定めし1957年12月23日に初号機のシティオブサンフランシスコ JA6301 を 受領、翌1958年2月12日より、太平洋横断路線である東京、サンフランシスコ線に就航した。DC-6B 型が日本の都市を愛称にしていたのに対し、DC-7C 型では海外の就航地を愛称に採用している。ダグラス社からこれより前に納期が早い DC-7B 型機の導入働きかけがあったが、 当時の主力機材 DC-6B 型機からの代替または臓器追加のどちらを考慮しても利点は多くないと判断した日本航空その時点では断った。追っての DC-7C 型機のオファー時点ではすでにジェット旅客機 DC-8 型機を発注済みだったが航路で競合するパンアメリカン航空やノースウェスト航空が 7C 型導入を決め その対向上からやむを得ず採用となった。東京からホノルルへの無着陸飛行が可能な DC-7CE 型機の導入により、東京サンフランシスコ線の飛行時間は、実飛行時間は冬季で約19時間、夏季で約21時間となり、ウェイクと経由だった DC-6B 型と比べ約4時間半の飛行時間短縮が実現した。 翌1959年には東京ロサンゼルス線及びシアトル線、さらに定期チャーター便として運行されていたサンパウロ線も使用され DC-6B 型機に代わる主力機として運行された。日本航空は最終的に DC-7CE 型機を4機、延べ5機を運用したが1960年8月12日に DC-8 型機が羽田イコール このルルイコールサンフランシスコ線に就航した。日本北米線から撤退した DC-7C は、先の DC-6B とともに、東南アジア方面路線へ振り返ったが、この航路の機材更新には1960年4月に、コンベア880が発注されていた。1961年1月6日、プロペラ機転用計画に基づき、 DC-7C 型機を貨物機に改造した日本初の貨物専用機である DC-7 カーゴ、通称 DC-7F 型機を東京サンフランシスコ選定機便に就航させ、他は国内線に転用した。国内線では全日本空輸がターボプロップ機であるビッカースバイカウント型機を艦船に導入して以降、 速度性能に劣る DC-6 を使用していた日本航空は一時的に劣勢となり急遽中距離国際専用として導入していたコンベア880型3機を1961年9月に東京札幌線に投入した上に国内線の乗客の急増に対策を迫られていたこのため DC-7CE 型3機を国際線仕様から モノクラス定員99席に改修して、低調な国際貨物便を、減便、1962年に、貨物便増強中のスカンジナビア航空との間で、カーゴ型機、製造番号、C、N45471、965、JA6305、シティオブ・ホン・コング・ SECC、エイリーク・バイキングと、旅客型1機、製造番号、C、 N455531038SECCH A 陸バイキング JA6306 相称はシティオブ・ホンコングを継承を交換する交渉が成立した。中近距離専用機であるビッカースバイカウントとの差別化を狙い、広告などでは国際線専用機を国内線に導入したことが強調で DC-8 と コンベア880の国内線導入が進んだ1965年まで4機を国内線で使用した。日本航空の看板路線である東京、サンフランシスコ線就港に際しては座席に辰村特製の織物を使用するなど日本製の文化財級素材を用い、またコーブラウンジは茶室風にアレンジされ、障子を入れると日本風のデザインがおごられ、 一部の外国人、搭乗者には珍しがられた。結果的に、特別仕様の日本航空所有機は退役後の、売却先が見つからず、貨物機回収用に買い叩かれる結果になった。1957年には、スカンジナビア航空による、史上初の北極ルートの北回り、ヨーロッパ線で、東京アンカレッジコペンハーゲン航路に就航した、ほか、ノースウスト航空や、 パンアメリカン航空が使用したものの DC-8 型やボーイング707型などの Z 機ヘマもなく入れ替わったため運航された期間は短かった。なお、1964年10月に開催された東京オリンピック向けのチャーター機として服の航空会社が使用した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。